今日は寒い、すごい寒い、とりあえずですねこうやって作業ができるように、しました。これだったら雨でも大丈夫、濡れずに、ここで作業ができます。いいでしょこれ、いい作業場。ただ寒いんです、風が通って。で今日はまずですね、何からやっていくかなんですけども、見てくださいよこのね、すっかりと綺麗になくなりましたこの状況。パチッと電気つけましょうかね。よっ、もうつけときましょうか。はい。ねえこの車はね、撮影用のこの見たもんですからね。見てください、バッチリですよこれ照明が。ご覧ください、キッチン全部取っちゃいました。でこのこちらソファーがあったんですけど、ここも取ってしまって、座席をねこっちずらして、この辺本当は物置あったんですけどなくして、座席をこっちへずらして、その分キッチンを、ここまでだったキッチンをですねこの辺まで広げます。まあそうすることによって、まあロングランがで滞在が可能なキッチンを作っていこうということで、今日の作業をおよそ言っておくと、冷蔵庫ここにどんな形で置けるかというのをですね、試しに置いていきたいのと、あとは湯沸かし器、電気の湯沸かし器が来るんで、その湯沸かし器をそのまあどんな風につけたらいいのかというのをですね、ちょっと一緒に見ていただいたりとかします。その後にまあこっちソファーをですね戻すというのは、これが一番最初ですかね。まずはここ蓋をして、はい、ここの蓋をして、ソファーというかこの何、椅子をねここに戻して、どこからがキッチンかというのをですね、場所を割り出していきたいと思います。515515でいい。こちらは、基地のですねガレージの中にある材料補給場でございます。木材いっぱいあるんですよ。俺ケビンいっぱい置いてきましたね。使っていいんだろうかこれ、ケビンの。これ多分この辺のくくったらです、ケビンのですね。まあいっぱい使っちゃう、怒っちゃうから、ね、ちょっとぐらい使ってもいいかな。275の木が全然足んねえや。275の木材、まあこれとかいけそうですね。275、おー、これいけるんですか。これで枠作りますよ。では、じゃあ切らなくていいんだ。2本はそのまま。いきまーす。おお、ぴったんこじゃん。入んないってことはこれがついてた。入んなかったのはこいつです、こいつ。これを取って入れてきますね。こんなもんですね。よし、よし、よし。それで穴が開いたら裏返す。これで綺麗に来ました。いいね、こんな感じですかね。はい、よっしゃ、疲れた、もう疲れたよ、よいしょ、よいしょ。これね今から置いていきますよ。こう置いて、こうですね、よいしょ、よいしょ。いや、こういうことですね。おー、位置が変わりまして、かなり運転席、助手席の方に近い方にこの席が来ました。まあでもね、これだとまだ5人でも食事できますしね。
で、ここに壁を立てるわけですね。ここの座席の端っこが、キッチンが。だからキッチンこんだけあります。こっから、こっからここまで。広いね。冷蔵庫はですね、こちらでございます。一回ね、これどこのやつだったかな？あ、これはですね、エンポさんとサイズを散々測って、検討した結果、これにいたしました。こんなの今、梱包。偉い。で、なおかつ結構でかいよ。大丈夫ですか？これが下に置くやつだから、これで形取ったらいいね。ここにこう置いていくわけですよ。ね。こんな感じになるわけですね。高さは、まあ、こっからだとして、やっぱりちょっと高くなっちゃいますね。僕の想定外だったのは、ここだったんですよね。これが高かったんですよ。まあこれうまく、硬さ耐えられそうなんで、これで板をうまく張って、ね、ここに直接置くような形にしちゃいましょうかね。ベニヤ板ぐらいにしようかなと思います。ようこそ。どうも。秘密基地へ。お久しぶりでございます。いや、もう、疲れ果てました、私は。疲れ果てました。いい感じではあるんですよ。はい。あ、もう完全に取っちゃいましたね。バッチリです。うわ、もうこれならバッチリです。なるほど、なるほど。はい、これ2本あるんですけど、1本でいいですよね。そう。で、これ1本はこいつなんですよ。シティウォーターの方。そう。こっちタンク1回入って、これからこのモーターで引っ張ってるやつと、これに直接つないで、あの、ほら、水道圧で。水道圧で。使えるようにっていうのも。それはどうします？いらないです。いらないですか、うん、で、あと壁が立ち上がるとしたら、はい。キッチンがこの辺まで来るんですよ。ここまで。だから、今回これをね、前にずらしたの。ずらん。あそこに棚があったんですけど、外して。ありましたね。だから、こんだけ動いたんですよ。で、出ないとここにシンクが入らなかったんですね。なるほど、なるほど。冷蔵庫も、これの分あるんで。排水タンクは？排水タンクは、これで下に。ここにいるわけですね。もっと後ろ、あ、そっちの、お尻の方に。もう側は作ったんですか？これから作る。だからその辺を、土曜日にそれもあった方がいいというならば、急いでやります。明日。まあ、それも見てください。ちょっと どんなもの、そうですね、あの、上のシンクがどんなもので、そうですね。だって水道とか繋がなきゃいけないですもんね。上あります？上あります。それちょっと見せてもらいましょうか。で、これです。これみんな形がこんな歪なの、僕どうやって穴開けろと。これぴったりのやつ。まずは、これを段ボールに移して。ええ。はい。はいはいはい。このガスは活かします？活かします。活かしますね。で、試しました。試しました。これで。はいはいはい。レギュレーターですね。はい。で、フォーセットがこれですね。そうです。はいはいはい。これですね。これ。ただこれがよく分かってないんですよ、僕。ああ、そういうことね。単純ですか？単純です。ちょっと仮に組んでみますね。はい。これは何ですか？お湯と混合できないってことですか？お湯を出すか。混合できます。できるんですか？できます。これが、これオーリングですから、はいはい、このまま入ります。うん。で、多分高さ調整が、ですよね、あるのは、これが閉まった時に、これが閉まらないといけないから、おそらく一番下に下げて、これで閉まるかです。はい。当たります。こんで、閉まります。ああ、はいはい。ということは、どの位置が使いやすいかですよね。ああ、そうか。それ位置を決めちゃわなきゃいけないですよね。これでも土曜日の日に、これ上にくっついたのが絶対ベストですよね。したらもう完全に。ですよね。通水までできます。ですよね。はい。ですよね。はい。おー。これが。かわいいサイズですね。いいですね。かわいいサイズです。これってでも、こいつが見えなきゃダメ？ひょっとして。
うん、ただね、これね、実は、商業ベースで使う場合は、例えばこれ何曜日の日を休みにしますかと。おぉ。湯加減ダイヤルってやつがあるみたいで。はいはい。これで温度を調整できますよ。なるほど。でもこれはあれですね、触れるところにあった方がいいですね。これは触れるところの方がいいですね。僕当初結構、なんだ、ほら、もう、隠れてればいいかと思ってたけど。まあ、ある程度、それと、メンテのこともあるので、湯出る、湯の給湯口がありますので。え、これはじゃあ、ここは、こいつから入ってるとか、直そのまま出てくるってこと？そう。単純に言えば。そう。で、中で沸いたのの、湯だけがこっちから出てくる。あ、なるほど、なるほど。水はこっちで、圧力バランスを整えますよと。まあ、それにしても一回、ここから抜かなきゃダメってことなんですね。大型のボイラーの本当に凝縮したものですから、ものとしては、はいはい、あれです。基本的なボイラーの仕組みと一緒です。こっから出ますよね。入って出る出るですよね。戻らないようにする。さあ、で、これ用意してきました。用意しゅうと。これ。水田さんですね。みたいですね。これ一回中持ってくんでしょ、場所決めなきゃいけない。そうだね。これ一遍中持ってきます。そうです。そうしないと、僕が明日、どんな板を買っていいのかわからない。その壁弱いっすよ。これ弱いっすよね。弱い。ちょっと補強一枚入れときたいぐらいですよね。そうですね。電子レンジ多分ね、ここですね。この上ですね。この上。そうなると、いっそのことを、こういう風にする。はい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 。干渉せずいけるか。いけますね、お子さん。こっち左面もね。冷蔵庫大丈夫それで。ちょっと僕今こうやって押さえてます。どうでしょう。はい、これがま、ああ、いけますね。まだいけるね。全然ではないけど。ほんと。もう。まあでもこの位置ですね。シンデレラフィットぐらいですか、はい。いいですね。これはかなりいい感じで仕上がってきますね。こいつでお湯を沸かすですね。電気にしましたよ。んゴムか、ゴムかなんか、あの振動を防げず、防振うん。でもありますよ、探したら、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、お互い宿題をやって、はい。土曜日を迎えましょう。お気をつけて。はい、ありがとうございます。どうもどうも。失礼します。いやー。これいっぱい宿題があるけど終わるの俺すでに今日ももう5時回りましてですね、まだ今日から残業タイムですね。これは頑張りますよ。まだまだ、明日1日しかないんですよね、最終工事の日まで。まあ最終工事というのはメインのところね、細かいところ見るとまだまだ続くんですけど、この基本のそのなんていうんですか、キッチン周りのところをね終えたいと思います。でここにはめ板があるんですよ。ほら、これ多分ケビンの置いてったやつだよね。これ使っていいかどうかわかんないんだけど、一回ちょっと試してみよう。これサイズがあったらさ、ぴったり。これなんかサイズがね、非常にいけそうな気配なんですよ、これ。しかも、なんかある量もぴったりなのよ。ね。見て。嘘みたいにぴったんこだよ、これ。これどうよ。ねえ、明日でなんとかなるかな。ねえ、これは明日にしたいと思いますね。はい。もうこのキッチンも入ることが分かってきましたし、電子レンジも OK。そして今もうなくなりましたけれども、電気の湯沸かし器も設置が見えてきました。で今日2日目、これでおしまいになります。ちょっと昨日と比べると、バラしたりとか、ね、ないので、ほら、ちょっと、この見た感じが、変化が、少ないですけども。では、お疲れ様でした。お疲れ様です。ああ。お、で、今日は午後1ですよ。うん。エビシューマイ。うん。これ。エムコさんは今日は、宝塚帰りの恵美子さんですね。そうです。ああ、本当に今日疲れた。
まだ続くんです。あと2日。頑張ってね。うん。